ファンケルは、インターネットで募集した医療従事者への感謝のメッセージとともに、プラズマ乳酸菌が入ったサプリメントを寄贈しました。三十日分入りのもの五千袋が、全国四十四の医療機関に届けられたということです。一方、ローソンは病院内の店舗で、今日から十四日まで、医療従事者専用サイトに登録した。およそ百万人を対象に。 コーヒーヒを1杯無料で提供します。両者とも新型コロナの影響で大きな負担がかかっている医療従事者に感謝と応援を届けたいとしています。